どうも、べーちゃんです。サバイバル生活日記16日目やっていきたいと思います。はい、というわけでね、今回はちょっとワールドをコピーしてクリエイティブにした世界に来ております。前回養蜂施設を移設して装飾をしていきたいなというふうにお話をねしたかなと思うんですけど、そちらの方も完成したんですが、それと並行して、砂漠にあった廃村をリフォームしたので、そちらを紹介していこうかなと思います。ではまず養蜂施設の方から行ってみたいと思います。はい、というわけでこちらが、養蜂施設になります。蜂蜜屋さん、蜂蜜から取れるアイテムを売っているお店という設定で作ってみました。というわけでちょっと全体をね見ていただこうかなと思います。こちらがね、蜂さんたちが、お仕事をねしているスペースになるんですけど、ここを反対向くとこちらが、お店のカウンターになります。で、上にね売っているものを一応額縁で飾ってあって、レジがあるっていう感じですかね。簡単な作りになっています。中はね一応収納とちょっと休憩するスペースだったり作業するスペースっていうのを設けてあって、観葉植物があるという感じになっております。ちっちゃいお店っていう感じですかね。はい。で、外の方に出て、外観をちょっと見ていただきたいと思います。はい。外の方はこのような感じになっております。1階部分が、お店、2階が居住スペースっていう感じで作ってみました。で、蜂の装置、ハニカムとハニーボトルを取る装置っていうのが結構大きくて場所を取ってしまうので、ちょっとね1階がどうしても大きくなってしまったんですけど、それでちょっとね装飾もどうしようかなって悩んだんですけど、こんな感じで、まとまりました。はい、ちょっとぐるっと一周してみましょう。はい。ここがお店部分から出る煙突ですね。はい。で、こっちが装置がある後ろ側になるんですけど、この辺は、フェンスで、窓を作ってあります。で、ここ裏口ですね。で、こっちがちょっと中を見ると、ここのチェストに、ハニカムとハニーボトルが集まってくるって感じなんですけど、またちょっと後でねお見せしようかなと思います。で、こっちがもう一個の、装置の部屋の窓になりますね。はい。といった感じでぐるっと一周した感じがこんな感じですね。はい。で、次2階の方をね見てみようかなと思います。はい。ここがね、階段登ってすぐにある玄関になります。はい。こんな感じで作ってみました。で、ここ入ると、キッチンですね。最初キッチンがあって、こちらが食卓、リビングですね。リビングと、ちょっと出し入れできないんですけど、収納スペースっていうのを作って、下はちょっとした書斎スペースって感じですかね。で、こちらが寝室になります。はい。ベッド2つと本棚とクローゼットですね。ここのチェストは使えます。こんな感じで作って、もう一個ね、こちら、3人住まいの
設定で作ったので、もう一人分のスペースですね。はい。まあ子供とママで寝て、パパは一人でこっちだったり、パパとママがこっちで寝て、子供はこっちで寝るとか、まあその辺は皆さんのご想像にお任せします。でこちらまあベランダですかね。ベランダと言っていいのかな。ベランダです。で屋上にも一応行けるように作ってあります。まあ何にもないんですけど、屋上はこんな感じで、一応落っこちないように葉っぱを置いてます。で煙突ですね。居住スペースのキッチンから出てる煙突になります。はい。といった感じですね。でリビングの方からも一応出れるベランダテラスベランダっていうんでしたっけ、テラスっていうのかながあるんですけど、まあこんな感じで、アカシアのトラップとフェンスでちょっとした屋根を作ってあります。はい。で一応砂漠の村廃村をリフォームしたっていうのここから見えるんですけど、はい、こんな感じで作ってみました。リフォーム後の廃村です。まあ村人を置いちゃうとゴーレムトラップがねこっちにあるんで、ゴーレムトラップが壊れちゃうかなと思って村人はいないんですけど、一応こんな感じで生活感が出てるかなと。まあ、煙突があって煙が出てるから生活感ちょっとあるかなって思うんですけど、まあ、こんな感じで作ってみました。はい。また後でちょっと一軒一軒紹介できればなと思います。であともうちょっとねこのお家が紹介するところがあるので次行きます。こちらですね。こっちのドアは下の養蜂施設にアクセスするための階段になってます。まあ、ここのチェストもまあとりあえず置いてみました。はい。でこの階段を降りていくと、まあ、さっきの裏口がここにあって、窓から見えたハニーボトルとハニカムが集まってくる場所に出ます。でここがね装置の部屋に行く扉ですね。両方あって、でこの木の扉でハチさんのいる部屋に直接出入りができるようになってます。はい。で裏口からちょっと出ますかね。はい。はい。といった感じで、養蜂施設、蜂蜜屋さんはこんなような仕上がりになりました。じゃあ村の方をねちょっと紹介していきたいかなと思います。はい。じゃあ紹介をねしていこうかなと思うんですけど、まあ作った順に行ってみましょうかね。もともとねこのお家2軒がね、廃村にあったんでお家なんですけど、まあこっちからねちょっとまあ中は特別いじってないんですけど、周りの欠けてたブロックを埋めて窓をはめてっていう感じで、まあ内装はなんか自分がいつもやる内装を作ってみました。まあで一軒一軒ちゃんと煙突を作ろうと思ったので、まあこんな感じで煙突を表現してます。はい。でまあ一応下からだったら見えないからいいかなと思って、焚き火はねそのまんま丸見えなんですけど、上から見ると下からだったら見えないからまあいいかなと思ってこのまんまです。はい。ちっちゃいので煙突をそこまで再現しようとするとどうしても頭でっかち煙突だけすごいでっかくなっちゃったりするので、まあこんなこれでいいかっていう感じです。はい。でまあこっちは、まあ、ちょっと不思議な形のお家だったんでどうしようかなと思ったんですけど、まあここは台所っていう感じで、で外からまたドアを入るとベッドとテーブルがあるお部屋で、
ここのねトラップドアでちょっと上と下行き来できるようにして、まあ作ったものを下で食べるなりなんなりでいいかなっていう感じで作りました。で勝手口も一応ね作って、まあ、ここにゴミ箱的なものがあります。はい、っていう2軒をまず作って、でここに畑を作りました。あの行商人さんがねああやって入っちゃうので、あの荒らされちゃうんですけどまあ畑を作って、でまあ一応畑の水、砂漠で水をどこから確保してるんだろうって考えた時、まあ、ここに自分で作ったんですけど、ちっちゃい池を作ってここの水を使ってるみたいなつもりで作りました。であとね、湧き潰しでね、またあの砂漠だからカーペット、緑のカーペットだったりで光源隠すっていうのが難しいなと思ったんですけど、一応緑、あの砂漠とサバンナがちょっと併設してるので、あの境目的なので、まあ、緑があってもいいかなと思って点々と緑を配置して、まあ、光源をカーペットで隠すっていう風な湧き潰しをしてみました。はい、で一応あの本当は、グローストーンとかそういうブロックでやりたかったんですけど、現状ないのでカーペットの下はこのように松明を直に置いてカーペットを置いてるっていう感じですね。はい、っていう感じでここの池も作った後に、今度ここのお家ですね、ここのお家もリフォームしてこんな感じで作ってます。まあワンルーム、まあ、基本ワンルームですね。はい、あのまあベッドとテーブルと台所っていうので、でこっち裏口で畑をやってるっていうお家と、噴水がここにもともとあったんです。これはこのままちょっと手直ししてそのままちっちゃい噴水を作ってます。でサボテンなんかもね、これ全部自分で植えてなんとなくバランス取れればなと思ってやってみました。はい、でここも焚き火は丸見えです、上から見たらね。でまあここの屋上部分の湧き潰しになるかなと思ってこのまんまです。はい、で次はこの塔ですね、砂漠にある塔を作りました。まあこの避雷針も立ててここに雷が落ちればまあいいかなと思って、ここにこの塔を再利用してます。まあ、階段で登って上まで行くだけなので、まあ中は螺旋階段になってます。まあこんな感じの簡単な作りで作っております。はい、でもともとあった家で最後にやったのがこのちっちゃいお家です。まあここも狭いんですけど、まあ必要最低限なもので家を表現しました。はい、こんな感じですね。で、一応サバンナとの調和を目指して木のお家っていうのも建ててみました。まあそこま、砂漠にあってもそこまで違和感ないかなとは思うんですけど、まあどうだろうなとは思うんですけど、どうですかね砂漠の村に木の家があっても変ではないですかね。こんだけ砂岩の家がある中に木の家っていうのはちょっと浮いちゃうのかな。でも緑がこっちにあるからまあいいかなと思うんですけど、まあこんな感じで作ってみました。まあ中はワンルームで同じですね。まあ内装に関してはほぼほぼ変わり映えのない作りになってます。はい、
でこっちは L 字のお家にして作ってみました。はい、こんな感じで作ってます。まあちょっと吹き抜けっぽく作ったので、こっちはちょっと広めに感じられるかなと思うんですけど、はい。でここはね、もともとこういう風な茶色いコンクリートブロックが敷いてあったので、ちょっと一段下げてこういう道路道を作ってみました。はい。で道の方なんですけど、向こう、まあ、別に何も予定はないんですけど、向こうに伸びる道っていうのを作ってみたのと、まあ、こっちは特にないので、まあ、今後また何か作れれば作っていこうかなって感じで、でアカシアの木をね、自分でこう適当に苗木植えて作ってます。でこっちは湧き潰しをしてあるので、ある程度、まあ、敵は湧かないかなと。まあ、水の中にはどうしてもね湧いちゃうかもしれないんですけど、一応こっちは湧き潰しをしてあります。でこちらもね、こう少しやっぱどうしても夜になると敵が湧いてくるので、こうよく見るとわかるんですけど、あの 5マスだったかな、5マスを木に穴掘って松明置いて、ハーフブロックをで蓋をするっていう感じで湧き潰しもしてあります。はい。でこっちはあの拠点の方まで道を伸ばして作ってあります。でまっすぐ直線で作ろうかなと思ったんですけど、そんな道はなかなかないかなと思って、まあ、あえてこう右左と曲げて作ってみました。まあ、これで一応迷わず行きやすいかなっていう感じなんですけど、まあ、こんな感じで拠点の方と道をつないであります。はい。夜になってきたので、まあ、明かりがあるんで、ちょっと道が分かりやすいかなと思うんですけど、こんな感じですね。はい。で、さっきの言った湧き潰しも夜だからちょうど分かるかな。こんな感じで湧き潰しをしてあります。はい。結構あの、この木造の家作ってる時に、この辺で湧いた敵が水を渡って襲いに来てましたね。はい。まあ、こんな感じで廃村のリフォームを行いました。はい。まあ、また何か放置型の施設をね作るとしたら、こっちの村で、まあ、ピラミッドの反対側のこっちのスペースに作ったりとかしようかなとは思っています。はい。はい、いかがだったでしょうか。砂漠の廃村のリフォームと養蜂施設の紹介になりましたが、今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。また次もね、作ったものの紹介になってしまうかなとは思うんですけど、まあ、そういう形でも動画をね続けて出していけたらなと思いますので、今回の動画も良かったなと思っていただけたら、高評価していただけたら嬉しいです。はい。でチャンネル登録もしていただけたらなお嬉しいので、よろしくお願いいたします。といったところで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。